はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプチなんですけども、今日はキャプテンブラボーを使っていこうかなと思います。今回の武装錬金大特集祭のヒーロー枠というわけで、暑いね。そんなことより暑、ここ最近僕の部屋にもう冷房くんがシフトで入っているというわけでね、ありがとうございますいつも。使っていくんですけども、緑属性の体力タイプと、まあ、HP18000 攻撃2300というわけで、 HP がまあ若干低めですね。まあヒーローキャラなんでそれはしゃあないんじゃないかなと思います。んで必殺が、最大 HP94% ダメージ、 HP1000 回復、血統忖度25000、必殺ダメアップ1個解除というわけで、まあ敵全体なんで、まあ後悔の栄石20階層で、まあ、使える見込みがあるキャラになってるんじゃないかなと思う。ただ必須ではないですね。他のキャラで全然代用の効く、キャラクターになっているんですよ。まあ、個人的にはこのブラボー、まあ弱くはないけど強くもないなっていう平均点がちょっと超えているっていう、感じかなと思いますね。で友情が必殺変換、二次変換、3ターンバランスタイプの攻撃 14% アップ、2ターンデバフ 14% というわけで、まあ3ターンのバフ持ってんのは優秀ですね。タイプの縛りあんのがちょっと使いにくい感はまああるんですけども、全然優秀じゃないかなと思う。まあ、団結とかで使いやすいかな。決闘ではあんまし使ってる人見たことないけども、まあとにかく3ターンのバフは優秀ですね。んで特性が永続生成数1軽減、弱体化ターン2ターン短縮、敵から攻撃受けた時次のターン終了時に、HP220 回復というわけで、まあ回復永続生成数軽減、生成数永続軽減持ってるんは優秀ですね。まあ、ただしかし、バフがないです。はい、なので、火力が全然出ない。ただ体力タイプなんでそこ救われた感がありますね。使っていくんですけども、カイドウ超究極級というわけで、まあちょっとねサンドバッグじゃなくてたまにはガチダンジョン潜っていこうかなと思う。個人的にカイドウ苦手意識があるんですけども、気のせいですかね、気のせいですかね、それ皆さんに聞いてもわからんよね、僕のことやし。このねブラボーさんに関しては、まあ強いかどうかって言われたら、ちょっと口ごもってしまうキャラにはなってるんじゃないかなと。はっきり強えぞおすすめとは言えへんキャラかなって個人的には思いますね。まあ全体持ちなんで、全体持ちって結構使い勝手いい印象があるので、まあ、今後使える場所はまああるとは思うんですが、まあすぐ即戦力となるキャラではないかなと思いますね。まあ演出等々見ていこうかなと思うんですが、一撃必殺ブラボー聖剣というわけです。はい、ちょっとよくわかんないんですが、演出はまあまあかっこいいんですよね。で3700というわけで、まあ、体力タイプの、パーセン、キモすぎ、体力タイプのパーセンテージで必殺1個あり無凸3万弱って今の環境で言うと弱いんですよ。だいたいヒーローキャラでも無凸でもまあ3万6000とかは出てほしいなっていうね、最近ちょっとねハードルが結構高くなってきているんで、3万ちょっとはさすがに弱いかなっていう、感じですかね。まあでもあれ、生息ベーケークペンゲンとあと回復持ってるんで、まあ総合的に見たらまあこの火力は納得かなと
思いますね。特性がなかなか強いんで、回復&永続生成数軽減持ってんのは、まあさすがにヒーローキャラではなかなか優秀な類だと僕は思うんで、まあ、全然使えるところはあるんじゃないかなと思いますね。まあでも必須ではないことは確かかな。うん。ほんでもってなんかすんげーダメージ食らっているんですけども、次弱体化でしょう。このダンジョンは弱体化の味方に大バチやったっけな。ちょっと覚えていないんですが、まあ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 、おでんティンが、ティンがいらっしゃるんで、まあ勝てる見込みはめっちゃダメージ入った。2ターン弱体化。2ターン弱体入んのか、このダンジョン。きっつ。なかなかきついね。まあ弱体もここで貼るか。ラス枠、そうですね。弱体、いや、これ、ティンでいなせへんのかな。これでいなせると思うんですけども、また現場とのパターンやな。オッケー、素晴らしい。10万回復？こういうダンジョンですか、ここって。なかなか厄介ですね。まあ僕はね、この武装錬金全く持って、申し訳なくて知らないんですけども、このブラボーさんはどういう立ち位置のキャラなんですかね。なんか、主人公の師匠的存在の風格があるというか、なかなかかっけえ見た目してるんですけども、素顔どんなんかめっちゃ気になんな。これまた五条先生みたいにさ、素顔バリイケメンとかじゃん。だいたい顔隠してる人、イケメン切ないアニメで。だからね、この人の顔、まあ、描かれてるんかは知りませんけども、ルロケンと作者さんが一緒っていうね、それ、びっくりしたわ。そういうの、結構ありますよね。やっぱジャンプやから。今もその連載中の作品で、あの方が書いてる作品みたいなん、ありますよね。暗殺教室、やったっけ？の先生が書いてる作品今連載中ですよね。逃げ遅れた大使様みたいな感じの話ですよね。あれ僕まだ読んでないんですけども、まあ暗殺教室も読んでへんから全くもって申し訳ないんですが、これ生成数1個で、まあ生成できんの優秀ですよね。まあそんな言っときながら行かせてないという現状なんですけども、ここは、上太郎でクソぶっぱフィニッシュかけて終わりかなと思いますね。はいと、さすがにレジェンドは発動せず、オッケー、素晴らしい。カイドウ、今、アニメワンピースなんじゃお前、カイドウのお前のこと褒めたろうと思ったらお前、なんちゅうダメージ与えてくれとんねん。感電忘れるな。一旦感電忘れるわ。普通に喋りながらやってたら、これ言い訳ね。喋りながらやってたら忘れるっていう、これ言い訳なんですけども。ここ弱体化でしょ？まあ、必殺破壊とかやってきたらクソうざわっしょいなんで、まあこれはいなしていきまして、はいと。なかなかダメージが痛いねんな。ダメージ痛い割に結構やばいからさ、まあ結構火力で押し切んのが、まあ正しいダンジョンにこれはなってるんじゃないかなと思いますね。で、味方全体の弱体化入ったか。そうですか。この弱体化はちょっと厄介やな。まあ上太郎一旦発動しておいて、割って、まあ悪婦人ぶち込んでと。まあブラボーに関しては、イベントではめっちゃ使えんな。決闘ではさすがに使えへんのじゃないかなって思いますね。まあ2万5000回復。これは孫をことなき優秀です。これはもうはっきり言える。優秀。まあなんですけども、まあどこでブラボーを
テケットで使うかって言われたら、まあラス枠4枠目だと思うんですよね。まあもしくは、3枠目で決めきるために3枠目に入れるって、まあ大体4枠目が多いかなと思うんですけども、まあ今現在の4枠目最強体力キャラクターって個人的に思うんはサラダなんですよ。体力ダメージ&逆襲っていう超優秀キャラクターがもうヒーローでいるんですよね。さすがにそこと変われるかって言われたら変われないんですよ。もちろんのごとく、回復これめちゃめちゃ強い。今の環境回復バカ強えんで、その耐久に寄せるために一番最後耐久をちょっとするために回復のこのキャラぶち刺すっていうのも、まあ、全然いいと思うんですよ。でもそれできるキャラクターっていうのは回復もできて火力も出せるっていうキャラクターが適任なんですよ。まあ、例えばサボとかが大適任のその枠なんですけども、ブラボーは火力が全然ないんですよないんですよ。だからその枠にはもう 100% なれないんですね。でブラボーの回復力は劣るけどダメージクソ出るキャラクターとしてサンジがいるんですよ。サンジは 12,500 ぐらい回復しながら、バチダメージっていう、だからまあ回復分は劣るんですが、それやったら3時刺してダメージも出しつつ回復っていうのが一番いいんで、だからまあブラボーは決闘での使い道はまあ賞味ないんじゃないかなと、まあ個人的には思います。はい。まあでもイベントではめちゃめちゃ使えますね。これは言える。永続生成数軽減持ってるし、全体持ち、弱体化短縮、まあ、かなり優秀な部類には入るんじゃないかなと思いますね。